はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員忽那亮司でございます。昨夜食堂で偶然お会いして、私の食事代払ってくださった方、ありがとうございました。4回やってる NHK デモに3回も来てくださったそうで、感謝であります。偶然でありました。ありがとうございます。7月29日、今日ですけれども、岸田総理、志位和夫、泉健太と一緒に、私も年を取ってしまいました。誕生日です。あとファシズムの創始者ムッソリーニも同じですね。歴史的な事件、出来事だと通襲事件っていうのがあります。これはいずれ教科書に載せ、日本人の常識にしないとさ。なんかしんねえけど隠蔽してますからね、今のね。外国人技能実習制度の根本的見直しへ、だそうであります。実習ではなく奴隷労働の実態、古川法務大臣、目的と実態に乖離、しておると。これをですね、なくさなければみたいなこと、今更が。秋に有識者会議を設置し、具体策を検討する予定だそうで、おっそ、今すぐやれって話ですけどね。まあネットの反応です。ようやくか、奴隷募集制度だとバレたか。誰がどう見ても奴隷の私益でしかない。地下に潜ってどんだけ治安を乱してることか。方針転換はアメリカに指摘されたからだろう。奴隷労働が知れ渡って焦り出したか。留学制度も見直せよ。経団連は奴隷大好き。円安で来てくれなくなったからでは、という意見ありました。これは自民党が改心したんでも何でもなく、アメリカ国務省のですね、世界人身売買白書で、この日本の実習制度がですね、奴隷貿易やんと指摘されたのと、実習って名前なのに実習って建前なのに、働いて金稼ぐ気満々の外国人がですね、円安で減った、来てくんにくなった、からでしょうね。この2つの大きな理由で見直すってなったんでしょうね。外国人実習制度はですね、法務省、外務省、経産省の合同プロジェクトであります。この3つが関わっております。外国にいい顔したい外務省、いい顔できてませんけどね。でね、ひどい目にあった日本でって、帰国してからだいぶ言われて、全くね、日本の株を上げることにはむしろ下げてるみたいですけどね。財界の奴隷が欲しいっていう要求を叶えたい経産省、法務省に利点ないように見えんですけど、まあまあ法律的に関わんないといけないんだろうな。むしろね、年間数千人単位で失踪者出してて、去年は7000人いなくなったって。東京だと700人いなくなったってことかな。おっかないっすね。捕まえなくちゃいけない対象をガンガン増やしてる制度なのに、なんで警察庁と法務省は、警察庁は法務省の下ですけどね、なんでこの制度に文句言わねえんだろうな。不思議に思ってました。犯罪者増やしてもこんなのやめてくれよ、俺ら忙しくてしょうがねえ。ってなんで文句言わねえのかな。不思議に思っていました。これは警察庁の官僚のバカ野郎どもが、予算と権限が増えるから犯罪増えっといいなぐらいに思ってんのかもしんねえな。思っておりました。秋から始動ってことで、まあ来年の4月から改める気なんでしょうか。おっそ、もう今年は始まっちゃってて帰らんねえっていう事情があるんでしょうかね。有識者会議を設置するそうですが、人選はですね、
法務省に都合いいこと言ってくれそうな人ばかりを法務省が選ぶから、まあ法務省が決めてるも同然で、他の有識者会議も同じであります。厚労省が開こうが財務省が開こうが有識者会議とは名ばかり、都合のいいこと言ってくれそうな人を外から呼ばってくるだけで、公務員の仕事の8割以上はですね、私議員になって分かったことなんですけど、責任取らない準備のために8割ぐらいやってますね。パブコメ集めんのもそう、有識者会議もそう、決まったことに文句言われたら有識者会議で決まったんでって言えますね。議会ですらそうであります。議会で承認されたんで私ら悪くないみたいな、責任逃れのために8割働いてますね、公務員って。まあ全部それですよ。日本改革党的にはですね、見直しじゃなくて廃止しろって、廃止しろって。その年間7000人の失踪者も問題ですけど、日本人の給料下がるのも問題ですけど、だって外から労働力輸入したらさ、単価下がるのは当たり前じゃん。開発途上国への技術移転を目的とした外国人技能実習制度って冒頭に書かれてますんでね、なんで技術を移転しなくちゃいけないの、なんで、おかしくない、日本人一族の財産じゃないの技術は、おかしいだろう。発展途上国への技術移転を目的とした、目的にすんなよ。この前提がそもそも大間違っているよな、私は思っております。二之湯智国家公安委員長が我が国の威信にかけて国葬の警備に万全を期すと話しました。ネットの反応です。亡くなってから全力出されても、これは維新崩壊フラグ、やってる間だけの棒立ちかかし警備員増やしてもな、もう維新とかないだろ、もう信用ないから。自衛隊に指揮権を移譲しろ、警察には無理だ。そうかもしんないね、そうかもしんないね。根本的に自衛隊員の皆様は人殺す訓練、されてますんで、警察官はそうでもないから死ぬ気でかかってるやつ止めらんないんじゃないかなんて私も思います。自衛隊さんに任したらどうかな、他の地域の空き巣が増えそう。まあこれ武道館の周辺に警官集められたら 手薄んだから、他の地域が、っていうことなんですけども、こういう場合はですね、サミット同様ですね、全国からちょこっとずつ集められます。で東京に集結だから、警官のホテルで結構警官泊まったとこ用意しなくちゃなんないんで、結構ホテルとか埋まっちゃうんじゃないかな、その9月27日周辺はね。サミットの時当局関係者にその警備の状況、聞いたんですけど、俺も行ったんだよなんす、まあ都内の、警視庁の人ですけど、まあ伊勢まで行った1週間ぐらい同じ旅館に泊まってた、昼間は警備で夜は同じように全国から借り集められたメンバー5人ぐらいと一緒になってたんだけど、酒飲んで楽しかったというようなね、まあまあ合宿みたいな感じになってたみたいですね。ですんで都内の警官だけがごっそりいなくなるわけではない、全国からちょびちょびちょびじゃあ千葉県警は50人出せとか100人出せとか、まあまあそういう風に集められてくるんでね、これ大丈夫だと思います。試験ですけど、二之湯智国家3位、77歳。二之湯ってすごい珍しい名字なんですけど、全国に70世帯ぐらいしかないそうであります。絶滅危惧種、自民党一筋45年、息子は3位と
京都府議っていう政治家一家だそうで、我が国の威信をかけて、勝手に加減じゃねえよ、迷惑だよ。これでなんかあったらね、日本人全員の面目が潰れんじゃん。我が国の威信勝手に加減じゃねえよバカって、怒り狂っちゃいますね。警察庁の威信をかけてとか、公安の威信をかけてとか、これにしてくれよ。勝手に我が国の威信かけてんじゃねえよ。バカ野郎。それに、奈良県警のせいで、警察の威信なんかもうないよ。崖っぷちだじゃなくて、もう崖の下に落っこってっからね、あんたら。武道館って、警備しやすいかって言えば、疑問ですね。サミットで、その、島で、近づいてくるには船を使わなくちゃいけないとか、警備しやすいって証明済みの、伊勢でやったらどうかな。ちょっと思っちゃいますけど、今更変更できないんでしょうけどね。伊勢だったら遠くてね、東京に多く生息する左翼工作員、活動員、先住が反対デモに集まれないし、それがいいんじゃねえか。最初ね、ちょっと気が利く人が伊勢でやりましょう、警備しやすいからあそこって言い出さなかったんだもんな。気がつかねえもんだよなって思います。統一教会については今までずっとノーコメントを通していた公明党がやっと重い口を開きました。北川幹事長、旧統一教会は様々な事件が過去にあった、そういう反社的な団体から支援を受ける行事に参加することは慎重でなければならない、団体に利用されることにもなりかねない。まあ、旧統一教会はって言ってますから、ちょっと今の統一教会をかばってるみたいなんですけど、旧統一教会は3つに分裂したそうであります。そのうち1つがですね、山上の母親が狂った世界平和なんとかね、ネットの反応です。統一を学会と読み替えても、全く違和感がない。創価学会は様々な事件が過去にあった、そういう反社的な団体から全く違和感ないですね。全然違和感ないですね。君とこの創価も似たようなもんだろ。お前が言うなオブザイヤー候補、宗教先生戦争来たこれ、壺 vs 仏壇ブーメランを恐れてこういった発言はしないと思ったが、意外。公明党は逃げ出した。だが、回り込まれてしまった。毒を持って制する。一般人からすれば、そうかも変わらんぞ。まあ、反社。イメージ的にそうかも、おっかない。僕は邪教じゃないよ。あそことは違うよ。というようなことを言っていこうって方針が、やっと決まったんでしょうかね。案の定ですね、お前が言うなっていうのの嵐でありました。そういう反社会的な団体、世間一般への害悪の大きさ、日本人への有害度からすれば学会の方が凶悪な反社だからね。国交大臣のポストを何年も独占してですね、観光庁使ってですね、電車やバス、公共機関にハングルと艦隊児増やして、来たるべき人民軍の侵略。これ中国の人民軍と北朝鮮の人民軍。まあ、韓国軍も入ってくかもしんねえな。あいつら気狂ってくからな。利便上がってんだから、日本国内を侵略するときに便利なように、艦隊児とハングルの表記増やしてんだから、売国度、国賊以外の何者でもないですよ。公明党はね、地方議員は本当に善人なのにな。上に行けば行くほどいろんなこと知っちゃって悪くなっていくのは立憲や共産党と同じですね。無知は幸福ってマトリックスで言ってましたね、ワンでね。アニメ漫画大好きの海外掲示板での議論、こんな議論がなされておりました。なぜ天皇はアニメや漫画にならないのか、取り上げられないのか。こんな意見、アニメや漫画に限らず小説の題材になることも
極めて稀だよね。なんでだろう。儀礼的存在で実権がないからでは。たまに登場する場合も古代の天皇だよね。非常な尊厳を集めているからさ。自分が知る限りアマテラスに関する作品は存在してないね。試験なんですけど、この答えは簡単です。少々筆勤。604年制定17条憲法第3条御事の利を受けたまわりては必ず慎めだね。これは勅によって取り消されていないので今でも現役の憲法です。日本国憲法です。大日本帝国軍人はこれに従い粛々と武装解除しました。ありえねえって、あの GHQ は驚きまして、あまりの潔さにね。昨日までものすごい激しく抵抗したのがコロッと武装解除、おとなしく、驚愕して元兵士を事情聴取したところですね、少々筆勤だ、当然だと答えたそうであります。このようにですね、天皇陛下の日本人への影響力は絶大なため、政治利用なんかとんでもないことなんですね。さすが全ての日本人の総本家、皇室が総本家、日本人はみんなその分家、分家の分家の分家の分家なんてこともありますけれども、まあまあ分家ですよ。口にするのも恐れ多いっていうことにもね、なんせ少々筆勤だから口にすんのも恐れ多いですね。大納言、中納言、小納言ってあるじゃないですか。まあ大臣が大臣、大きな臣下、家臣ですよね。まあ右大臣、左大臣ときて、次が大納言ですか。朝議、会議で口開けるのが大納言、中納言、小納言まで。つまり大君、その昔は大君って言ってたんだろうな、天皇陛下に何か言えるのが小納言まで。でその次に参議ってなりますね。これはその会議にいることができるいることができる、口は開けないっていうのが参議ですね。ですんで小納言以上じゃないと何か言っちゃいけねえんだわ、はっきり言って。お名前もはばかられますね、恐れよくて。なる人陛下なんて言ったら怒られますよ、今言っちゃったけど。これ言ったらって話ですからね。ウヨッキーな方、怒らないでください、私を刺さないでください。これがめったに皇室がですねフィクションに描かれない理由ですね、恐れ多いから。まあ出てくるとしても何百年も前の出来事なんかに限られますね。今とか上皇陛下とかまだ記憶が新しい昭和天皇なんかはまず描かれないですね。まあ命の危険さえありますからな、皇室のことを言うとね。菊のタブーって呼ばれてるそうです。検索してみてください。同様にですね、危険、まあ危険の種類は違うんですけど、東村山の市議会議員転落死とかしちゃっておりまして、同様に危険な創価学会への批判は鶴のタブーって呼ばれているそうであります。学会の紋章が鶴だから。これ学会の壺ですね。学会でも壺売ってんじゃん、統一と一緒でさ、まさにお前が言うな。まあこれは仏具ですけどね、何入れんだか知んねえけど、これお花入れるやつかな。財務省批判するとですね、記者会見に呼ばれなくなるであるとか、まあ一番きついのが国税がガサ入れに来るっていう円のタブーっていうのもあるそうであります。まあまあ外国人には理解できなくてもね、
まあまあ、日本人は説明できますよ。漫画アニメに皇室が出てこない理由、恐れ多すぎるから、少々ひっきんだから。ああ、ということで、またこの動画を見てる方、賢くなっちゃいましたね。というわけで、メール党員様、地方議員候補、支部長、大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。